内川です。お疲れ様です。何？職人飯？そうっすね。職人飯。第2回。数字拾いにいっちゃったね。まあ、とりあえずいただきましょうか。第2回ラーメン伸びちゃうって結構やったね。はい、よし。職人飯食うから今日も。いや、1個お前が食ったやつ消したと。上がってないけど。マジっすか？見たことないだろ。YouTube 上で。いや、見たことないって YouTube 上で。それ違う。とりあえずいただきましょう。ラーメン伸びちゃう。よし、いただきます。いや、なんかコンビニ飯とかマジこいつら貧乏くせえとかってなんかコメント入ってるやつを書いてる。はい、ふざけんじゃねえ、コンビニ飯しいから。そういうやつに限って大体仕事ができるんだね。そうそう、あんちゃんがバチコイや。失敗しねえもん、毎晩俺めちゃくちゃいいもん食っといていいよ。お前ら食ったことねえもん食っといて。めちゃめちゃ結構食ったことねえもん食っといて。心配すんな、乗ったあげなコメント入れるんな、ほんとディリキングって嫌いだもん俺。見てほしくないアンチに。見なくていいよって言っても、ファンだけに見てほしい。まあ、ファンも見てくれてるんだ。そうっすね。じゃあみんなに食べたのか、イケメンさんは。俺は、うん、たまたま豚骨醤油ラーメン。え、たまたまイケメンラーメン。え、何何、たまたまたま豚骨醤油ラーメン。何だそれ、なんだそれ。要はたまたま卵とじ。じゃあコンビニ、今コンビニ買ったやつ。そうっす、セブンイレブンで。高いやつだそれ。いや、わかんない。300円するだろ。300円。300円らしい。もっとするっすよ。そう、いや多分こいつ今思ったの違うっすよ。2、300円高いって思ったんですか。違う社長やばいっすよって。いや多分心の声が聞こえて今。俺の2、300円、2、300万だ。ゼロがだいぶ違う。僕とんかつですね。お、まあ、同じこれ。同じやつと。いや違います、買いました。ちなみに俺車行った時に俺もう電話しとったもんで、はい、勝手に待たんだね。そうですね、ミッチーさん一番高級そうなやつ買ってきましたね。もうちょっとこっち向けてよ。はい、お前もう何回動画撮っとると思ったんだ。もうちょっと角度とかあるやん。もう警察官とかお前飯もプライベートも全部もう晒しとるね。もう晒しとるね。これ何、あの、これ何、それも買ったわけですね。これ買いました。ご飯エビマヨネーズ巻きっす。うん、やっぱ炭水化物好きやんだ。まあダイエットしてもあんまりあれなんですけどね。えダイエットしてもね、あんまり好きじゃない。いや、一緒にいいだろ。はい、現場最近行けないもんね。YouTube ばっかり撮ってきた。そうですね、撮ってきたっすね。お前もこんだけ。はい、なんで金ないの。金ないよ。節税ってかわいそう。なんかかわいそう。金ないの、なんでこんだけだろ。いつや、お茶もないし節約しようか。あるさ、あるん、ある。誰が作ってくれたの、お茶。誰が作ってくれた。誰が作ってくれたの。じゃ買ったやつ。買ったやつ。メド作ってくれんのちなみに。いや、作ってくれるんですよ。誰が作ってくれるの。誰が作ってくれるの。お母さん。楽しいよ、待って入れるの。お前って嫌なやつが。でも最近女の子のコメントって増えてね。増えた。全然違うですね。あ、でも分からんって、名前だけ女の子かもしれんすね。なんか僕なんか一個あって、うん、すげえ面白かったのが、なんかキャバ嬢のどうのこうのってこの後同伴ですねみたいなコメント書いてあったんですよ。ハイフィルさんだろ。ハイフィルさん。あ、そうですそうです。ハイフィルさんパッパー。あ、ほんとっすか。で、パッて見てライブで結構来てくれるんすか。マジっすか。うん、僕めっちゃ、あ、キャバ嬢だ、デビュー嬉しいと思ったら普通にすいません、男ですけどって。男かいっつって。いや、ご飯からの同伴が行きたいんですかみたいな話。あー、そうでしたっけ。なんかその感じじゃん。あ、俺もあさん見たけど同伴ワードしかね、頭に残ってない。ハイヒールの男さんなの多分。そうっすね。うん、まあ、ね、これね、5時にまた何か食べる。現場終わったら。現場終わってコンビニ寄るっすね。その時は、なんかもう飲むもんなんか、なんか絶対食べるか。チキンとか。ん？チキンとか。誰がチキンじゃん、これ。誰がチキン野郎だ。ちょっと待ってください。それはあかんだろ。どうも結びついたんすか、お前から言ったの。ちょっと、え？あのコメントにチキン野郎って言われたら、お前から書いとるの。ちょっと待ってください。そんなの書かれとるんすか。書かれとる。書かれとる時、決勝でみんな見たことないけど。チキン野郎なら別にいいけど。アデランス行ってこいって言われて、あのセミナーとかから毎回100回ぐらいかかる。
お前偉そうに喋る前にアデランス言ってくれって関係ねえやなと思ってセミナーの人じゃん。セミナーの動画撮った。ああ、はい、セミナー、はい、偉そうに人にもの喋る前にアデランス言ってくれって関係ねえじゃんアデランス大体シャトルと晴れそうだみんな。なんかこれでなんか企画こういうの持ってきて、うん、なんか社長はハゲてる説みたいなのやりませんか。そうすかちょっと待ってください。いつ行ったんすか。やっぱりですよねってそんなん今の会話の流れから思いついちゃったっすよね。思いついてねえじゃん。それはバカじゃん。バカなんですよ。バカなのは知ってるけど別に。バカで青なら知ってる。本当だ。まあ、でもなんかお前最近なんかかっこいいかっこいいって結構入ってるな。ミッチーかっこいいって。入ってる。何それ言うのや。そのあれが何思ったよ。かわいそうだなブサイクはってちょっと褒められてるとこのようになっちゃうんだって思ったよ。思わず思わず僕が生まれた時からイケメンだったんで、まあ、褒められないと思うんだですけど、まあこれクラスの顔だったらちょっと褒められてこうなっちゃうんだってあてらの顔ちゃうわ。でもどう思う例えばね、お前が逆にね、俺と顔をチェンジしました、どうなる、うん、どうなる、お前的にどう思う。例えば今ね、俺の顔とチェンジするお前が、うん、どう思う、生きてけんとか思う。それ言ってそれ言ってお前殴られるこれ顔入れ替えるの、うん、嬉しい嬉しい。それとも生きてけんとか思う、どう思う。生きていけんって言ったら絶対殴られるんですよ。殴られる顔が関係ないから別に生きていけるかどうか。生きていけるんですよ絶対。嫌だ、はい、変えたいか変えたくないかって言ったら二択。生きていけるけど整形するとかどういうのどっち二択だ二択。これ視聴者の皆さん、これいじめじゃないですかね。質問やただ逆に僕がいじめられてるんですか。生きていけんって言われたら俺が言ってけんわ今。そう、何どっち何ですか。変えたいか変えたくないか。変えたいか変えたくないか。俺の顔にね、顔に、うん、二択だよ。その三択とかないで、うん、しょうもないこと言わんでいい。変えたいか変えたくないか。もうそのどっちかで言う。そう変えたいか変えたくないかって言われたら、うん、変えたくないっす。ひどいね。ちょっとひどいわ。ちょっと待ってください。変えたいと思うんですか。あ、なんかこの顔に変えたいと思いますかって。違う違う違う。髪の毛だったら変えてみよう。俺の髪の毛と、じゃあ俺の髪の毛と一緒に変えたくない。それやばいっす。変えたいか変えたくないか。変えたくないっす。俺やめとんな。なんで変えたくないんだ。髪の毛、ごめんごめん、帰るも帰るもなかったわ。コメントありそうだね、先言ってくわ。帰るも帰れもお前ねえじゃねえかって書かれそうだね。帰れねえじゃねえかってねえじゃねえか、髪の毛ってあ、絶対やってくれそうだろ、あいしょうもないこと書きやがんな、ほんとバカやろ。ムカついてくる。じゃねえよ、仕事しとこい。書きやったなって。はい、それでは、はい、久々にザコどもと昼飯食べてみました。ザコ、やっぱり会話もザコでした。もうなんかいいかな、ザコどもって虫系のどもと昼飯食べてみた。どうもだからね。それこそもうアンチコメント。本当にごめんなさい。そんなように全然思ってない。アンチコメント大歓迎。社員が宝。社員が宝。社
範囲イコール雑魚視聴者は宝だから僕ら明日独立してみましたって俺のいないところで撮るんだろう、それ編集さん勝手に送って俺動画で知るんだろう、YouTube でそしたら多分部下ぐらいになれるんだよ、俺ね独立してちょっとね、もう売上が本部の方に入ってこんだろう相変わらずトラックも使って足も組んでたけどなんか売上はこっちにもう入ってないですよ、使って YouTube でなんか勝手に動画上がっとったろう、もう会社名別ですとか言って会社名別ですざけんじゃねえぞはい、そんな感じで、はい、まあ、たまには昼飯、まあ、本当にたまりだな、たまにちょっとたまにですけど、はい、まあ、職人飯に付き合ってみました、はい、チャンネル登録いいね、いいです、うん、面白い動画もね、いっぱいあるんでね、あるですね、うん、本当にドッキリとかも結構やって、まあ、最近ちょっとあんまり現場の動画がないんでないですね、最近ないんで、まあ、面白いです、これからまた現場も増やしようと思ってるんで、はい、ぜひまた見てください、お願いします、チャンネル登録もお願いします、お願いします、また見て